目は覚めたか。よかった。覚えているか。そうか。君は森の中で倒れていたんだ。それでこのキャンプに連れてきた。どうしてあんなとこで倒れていたんだ。植物のモンスターに襲われた。そうか。それで俺が見つけた時、麻痺と眠りの状態以上だったのか。でもおかしいな。あそこの森にそんな奴いたか。それに不思議だと思わないか。どうして君が生きてるか。麻痺、それから眠り、そんな状態以上操るモンスターに襲われてほぼ無傷。どうしてだと思う。あれ、俺のモンスターなんだ。自己紹介がまだだったな。俺は植物系メインの召喚師だ。召喚師ってのは魔法を使ってモンスターを召喚する。こんな風にな。いいや、今回の件は召喚の事故なんかじゃない。俺の意志だ。どうしたって、君が覚えてるか知らないけど、少し昔の話だ。駆け出しの召喚師の男がいた。彼は経験が浅く、ちょうどこいつのような下級のモンスターを召喚するのがやっとだった。そんなある日のこと、彼の召喚魔法が暴走した。そして普通では召喚できない強力なモンスターを召喚してしまった。もちろん召喚魔法で呼び出したモンスターが全て従順に従うかというと、そうではない。従わせるにはまずは最低限のレベルが必要。魔法が暴走した結果、呼び出してしまった高レベルのモンスターに殺されるなんて、召喚師にとって珍しいことじゃない。彼もその時諦めていた。もともと自分で選んで歩んだ道、そこに後悔はなかった。けどそこに一人の冒険者が割り込んできた。それが君。そしてその時命を救ってもらったのが俺。それからは召喚師として経験を積みながら、君にお礼ができる日を待っていた。だがどんなお礼をすればいいのか、いくら考えても思いつかなかった。でもようやく思いついたんだ、納得できるお礼を。どうせあの時に死んでいた命だ。だったらこの命はあの時救ってくれた君のもの。この命が君のものなら、俺という存在は全てが君のもの。そう、君のものになることに決めた。さあ、君のものにしてくれ。言ってる意味がわからないって。
そうか。普通はそう言うよな。だったら、こいつの出番だ。このモンスターの体液は、いろいろな神経毒が混ざっているもの。けど、こいつが少し変わってることは、恋愛感情や性欲、そっち系の毒に特化していること。言ってしまえば、こいつの体液は惚れ薬や媚薬、こいつを使って何をするか。今から耳の中に入れるから絶対に動かないで。はい。体がビクッてしてた。もしかして耳弱いのか、気持ちいいのか。だったら後でそういうことをしよう。今はしないといけないことがあるから。さて、今こいつの触手は君の脳に向かってる。でも安心して、君の感覚は麻痺させてあるから痛みはないだろう。そろそろ脳に届いてるな。それじゃあ、こいつの本領発揮。人間の恋愛とか性的興奮は、それらの元になる物質が脳で分泌されることで発生するんだ。だったら、こいつが直接脳にその物質を注ぎ込んだらどうなるんだろうな。さあ、君には強制的に俺を好きになってもらう。今から一番奥で直接注ぎ込んでやるから、いっぱい出てる。どうだ、体に変化があるか。答えなくてもいいけど、体の反応はきちんと見てるから。少し息が荒くなってきてるの。興奮物質の方が先に効いてきたか。いいんだ、どうなっても俺が受け止めてやるから。俺を君の好きにしていいんだ。顔を背けないで、傷つくだろう。それにしても効果が薄いな。普通ならもう立ってられないはず。しょうがない、中に全部注入するか。無理って出せ。口開いてるぞ。気分はどうだ。どんな感じなんだ。言葉にできないか。だったら体の反応を
下がる。まずは回復と解毒だ。これでもう動けるの。さて、もう一度言う。俺のこと好きか？動けるようになった途端これか。息もすごく荒い。獣みたいだ。さあ、俺は君のものだから、君の欲望を全部ぶつけてくれ。永遠